えー、このプーチンのですね意図というのは冒頭お話をしたように NATO の拡大、えー、そして、それが、えー、ウクライナに拡大することは絶対に許さないんあの、まあ、クリミア半島はすでに、えー、併合しているんですが NATO に加盟した後クリミアを取り戻しに行ったら NATO 対ロシアの戦いになるからそれは絶対に避けたいという考え方なんだろうと思っています。 ゴビナあるいはコソボがボリに独立する際に西側はそれを擁護したじゃないかと彼はそれを反対してたんですかねですからその時の西側の論理をですね彼は今、使おうとしている。 のかなといいううふうに思います、ね、まさにその平和維持部隊という形で送り込むという形がまさにコソブ紛争にかなり似ているところはあると思うんですけれども、ね、過去、そのまあ安倍さんがプーチン大統領とその会談した中でそ NATO の東方拡大への不満みたいなものを漏らしたことっていうのはああったんですあの米ロ、えー、関係を語る時にですねまあ基本的な不信感を米国に対して持っているんですね。うんえー、それはやはやり、えー NATO を拡大しないはずだったのにどんどん拡大をしポーランドにはサードミサイルまで配備をしているではないか、うん、ということなんですが、ねえーまあ、その、えー、基本的な不信感の中で,です、ねえー、プーチンとしては、まあ、領土的野心ということではなくていわばロ,ロシアの防衛、堅一の防衛安全の確保という観点からあ行動を起こしていると、うん、いうことだろうと思います。 あのもちろんそれを我々私は正当化しているわけではありませんし彼がどう考えているかということを正確に把握する,する必要はあるんだろうと思います過去の発言の中でそういうニュアンスの発言もやっぱ NATO がその約束を守ってないじゃないかというニュアンスの発言はやっっぱりあったっとあのそれはあの何度かですねあの2人だけの時にはそういう発言があ,ありましたですから、そういう思いはですね、まあ、何回かありましたからそう,いうそういう思いは、えー、強いんだろうとこう思ってますし。